実況やってっか。ジェイスターズビクトリーバーサス VP でプレマ。まずはコンボかな。まあ基本だねこれは。まずギア2になってからダッシュガトリングを3回。これ強いよな。ダッシュガトリング3回やるだけであっという間に5割奪えてしまうっていう。あ、これはガードブレーキからジャンプ攻撃から、なるほどね。四角四角四角ジェットガトリング、まあこの3つが基本的なあれだね。お前と2人で戦うのは久しぶりだなルフィ。サポートエースか、火柱か比重。死ぬ気で倒す。火柱と比重ってどっちかな。始めようぜ。おお、イチゴじゃねえか。一瞬で終わらせてやる。イチゴ最強キャラだよな。この葉の忍者渦巻きナルトだ。ナルトナルト、ジェイスターズでなんだかこう最弱キャラとのね呼び名が高いけど、まあ、影分身使ってればそれなりには戦えるよね。まあルフィからしたら全然恐れる相手ではないけどな。お、果敢に攻めてくるね、ナルト君。まずは物色効果して突っ込んでるけど、そう、この状態だとあのダッシュしながらガードができるんで非常に強いんだよな、イチゴに対しても。あ、判定すげえなこのジャンプ攻撃。ナイスツナ、いいカットだ。あ、これカットしてやんないと。これダッシュガドリング2回やってやればイチゴ落とせたな。これいつの対戦動画か知らんけど、多分ダッシュガトリングがまだ完璧にはコンボできてない時の動画かもしれん。あ、これもしかしてそのまま必殺技いっちゃうか。いっちゃうみたいだな。まあ、これ動画だとうまく当たってるけど実際受け身取れるんだよね、このルフィの超飛。スナも来たか。なんだ空振りじゃねえか。なんだただやってるだけか。てかぶっぱし。クスバーストしまくりのツナか。いける。いねえなこいつ。なな、よくいたよくいた。懐かしいわ。ルフィはあの四角からの強攻撃が非常に強いんだよな。短時間ですごいダメージ与えられるから。あー、やっぱり強いなこの。武職効果してイチゴに突っ込んでいくよルフィ。あ、なんだカットか、メテオのカット入ったか。なるほど、一つも取られずにイチゴとナルト撃破か。まあ武職効果がどれだけすごいかっていうのが分かる動画って感じだね。うん、俺は逃げも隠れ。次はなんだ。山田太郎じゃねえか。下の場では大不人気の、こんなやつ入れんなとか言われてる。る別にいいだろ入れても。こういうね、なんていうかね、ある意味嫌われキャラみたいなのやっぱ一人は必要だよな。こいついなかったら多分また別のキャラがね攻撃あってんだろうか。まあいいんじゃねえのこういうのも。次回作でねもっと魅力的なゲームになってればねいいんじゃねえかね。そんな本当のうちは最高だ。お、サスケか。相手はベジータとセイヤ。相変わらずエースのサポートか。エースのサポート好きだな。結構流行ってるよな。
うお、いきなりビッグマンかよ、マジか。ダッシュガトリングだよな。あ、2連発いった。あ、3つ目はいかんのか。サスケ頑張ってるな、メルの力で。サスケが相方だとは安心感が強いよな。たまーにサスケで勝手にもう速攻で身落ちして死んでくれる、まあそういうサスケ見るけど、このサスケはなかなか頼りになるんじゃないか。ダッシュガトリング強いな、やっぱり。ベジータとサスケは戦ってんな。火柱か今回。これはあれかな、圧倒的な試合のやつかな。サスケと組んじゃらそうなるか。これ入るか。あ、入った入った入った。まあ、これさっきも言ったように受け身取れるからね。ルフィの調子は受け身が取れる。きたこれ。さあサスケさん頼みますよ。あ、来た来た来た。これこれ最高な、もうズルだよな、公式チートだもんな。あー、これすげえ、10割いった。あ、そっか、これ10割取れたから動画にしようと思ったんだ。そうだそうだ、もう随分動画投稿するの忘れてて。そうか、そういうことか。お、映画大ヒット中の剣心じゃないか。そういうなって抜刀斎、こういうこと獅子王様じゃないか。大暴れするぞエース。今回全部エースサポートか。お前と二人で戦うのは久しぶりだな、ルフィ。残り3分。セカンド、お、エースをやった。赤いのやるぜ。このなんだっけ、ジェットバズーカかなり遠くからでもね瞬間移動できるから非常に使えるよな、このベイスターズビクトリー VS というタッグ戦ではね。ダッシュ攻撃強えよな、赤いのは。あ、これ入らないでしょ、ダメでしょこれ。一回起こしてからでないと。あ、打ち上げコンボだ。赤いのやられまくってんだ、やべえぞこれ。あー、やられちゃった。まずい、一回逃げないとこれ。ジェットバズーカばっかり使ってんのさっきから。なんだこの試合。あ、そっか、瞬間移動のジェットバズーカが楽しくて連発してる動画だこれ。あー、もうダメだこれ。ジェットバズーカにこだわりすぎだっていうの。あー、死んだなこれ。獅子王様はもうバーストしたら要注意だね。逃げるしかないね。剣心がな、ひたすらくじ流線でカットしまくってくんだ。なんとか押されてっけど、ジェットバズーカ好きだな。あ、ギア2効果が切れたみたいな。瞬間移動は一番ギア2状態の時が一番飛距離が伸びるので、無色効果させる前がいいね。ギア2状態でどんどんジェットバズーカ使っていけない。これ入るかな、知ってる人だと入んねえんだよね。あー、受け身取られた。知ってる人だこれ。あ、3連発いかない。
とりあえず吹っ飛ばしてカットか。赤犬やられたら困るもんな。デッドバズーカ好きだな。何回使ってんの人は。ダッシュガトリングとはずっとバズーカしかやってねえぞ。最後もジェットバズーカかよ。ジェットバズーカ。俺たちは負けない。何度でも相手になるぞ。というわけでご視聴ありがとうございました。